こんばんは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今日はクリスマスイブですね。皆さんケーキとか食べるんですか？うちは今日は主人がステーキ焼いてくれるので、私は楽ちんなんですよ。2016年前の今日、イエス・キリストが生まれた日、そしてメリークリスマス、クリスマスのお祝いしてますが、私はあまり宗教のことは詳しくないですが、イエス・キリストがこの地球に降り立ったその意味、それからいろんな宗教のある意味、それは、こんな意味じゃないかなって最近思っているんです。人はそのままでいいんだよ、生まれたままそのままの能力、そのままの、星、そのままの才能、それを発揮すればいいんだよ、そういうことを言ってるんじゃないかなって思うんです。例えば、健在意識は氷山の一角と言われていますよね。氷山の表に出ている部分は少ししかないけれど、その奥の潜在能力はすごく大きい。それは生まれながらにしてみんなが持っている能力でも、それを表に出すのが難しい、それを気がつくのが難しい、そのまんまを知るのが難しいんですよね。だからそのまんまでいいっていうことを言いに、イエス・キリストは地球に来た、そんな風に感じています。そういう意味では、九星気学のあなたの持っている5つの星はあなたのそのままを語っています。その星を読み解くと、あなたがどういう人間か、社会から何を求められているのか、どんな恋愛をしたいのか、結婚するとどんな風になるのか、どんな隠れた才能を持っているのか、そういうことが5つの星が表しています。九星気学を学ぶと、あなたのそのままが分かるようになりますよ。まずは吉カフェ非番吉報から始めてみることをお勧めします。ただいまクリスマスプレゼント中で、非番吉報のやり方をメール講座でプレゼントしています。15日間のメール講座で、あなたも非番吉報、通称吉カフェが分かるようになりますよ。そして実感して、よかったら気学の勉強を始めるといいんじゃないかなって思っています。吉カフェメール講座は12月31日までです。この機会にぜひご登録ください。登録方法は YouTube 動画の下の欄の URL か、もしくはブログに詳しく書いてあります。吉カフェメール講座無料ですので、ぜひ登録してみてください。それでは今日はこの辺で、メリークリスマス。